こんなんさ、絶対にそんなことないよね。いやいや、そういうこともないと思いますよ。フランチャイズチャンネル。フランチャイズ本部と加盟店は運命共同体というのは本当ですか？これはね、僕はあんまり使わないですね。これ、竹田塾では使わないですよね。こんなんさ、絶対にそんなことないよね。いやいや、そういうこともないと思いますよ。竹田塾危ないなと思ったら、加盟校さんはさ、他のパンケーキ屋さんとかに加盟できたりするわけじゃないですか。この運命共同体っていうのはすごくフランチャイズ業界では使われる言葉で、まあ耳障りがいい言葉なんですよね。特に本部が加盟店、加盟校に言う言葉としてね。だからもういろんな形でも使って、軽く使われるんで、で非常に僕は個人的にはもう信用できない。本部側が運命共同体だということで使うのは、使うことは僕はまあダメだと思ってないので、使うんだったら必ず加盟店の利益っていうものをまず出して、それで昆布が儲かるんだよって、まあ僕が言う理屈ですね。順番があって、本部が儲けて加盟店が儲けじゃなくて、まずは加盟店が儲かって、それで昆布が儲かるって、この順番なんだよというくだりでね、この流れで使うんだったら僕は、そこまで毛嫌いはしないんだけど、そういうふうに使われないわけですよ、大概ね。そうね。だからそこが僕は怪しいなというふうに思ってしまうわけなんですよね。まあけど普通に考えて、そのフランチャイズ本部の会社が他のビジネスをして、他の本部やったり、まあ何なら他のに加盟してたら、別にそのフランチャイズがダメになったって別に生きていけるわけじゃないですか。で、加盟校さんさっき言ったみたいに他のフランチャイズ加盟したり、他のビジネスやってるよね。だから普通に考えて、両方それしかやってなかったそうかもしれないけどって思うんだけど、それはどうなんですまあか。そうだよね。それは普そう通思のいツまッコす。ミでなんか申し訳ないんだけど。まあそう思うよね。だってメガフランチャイズなんていうのはリスクヘッジとしてたくさんこうやるわけじゃないですか。1個だけオートバックスだけやってたらやっぱりまずいからっていうことでいろいろやるわけでしょ。まあこれはだからそういう意味じゃ加盟店だって運命共同体では危ないと思って、こうポートフォリオを FC 事業として組んでるわけですよね。まあこれはやっぱりお互いあると思うよね。竹田塾の加盟校さんでは、竹田塾だけじゃ危ないっていうことで、何を皆さんやられてますかね。まああんまりないですよね。ないよあんまりない。ね。だからそれはまだ竹田塾にベットしていくっていうのがやっぱりいいと。ただもちろんいつまでこの波が続くんだ、波に乗ってていいんだということは皆考えてる。それは思うよね。と本部も思っておかないと。ね、いつみんなに見捨てられるかね。そうだから、それは本部もそういうふうに思ってないと、それはやっぱり必要なこの危機感、緊張感であって、安易に運命共同体ですからねなんて言ってちゃダメだなと思うね。運命共同体じゃないから、皆さんにベットし続けてもらえるように、飽きられないように、見捨てられないように、竹田塾は進化していかないといけないなと思いまそうすね。で塾はさ、自分のこの結構体験があってさ、思い出もあって、このある程度詳しいからそうだけど、もう一個またフランチャイズ本部作るの大変だからね。できればこれをうまく活かせ続けたいなと思いますね。ね、だから本当にやっぱり第2ブランドで当てる本部っていうのは本当に少ないからね。ダスキンはすごいってあれことだっでいいて、でですか？もダスキンはダスキンで当てて、その後ミスタードーナツを当てたけど、その間に何倍もしてるからね。そうなんだね。ベンチャーリンクの時代はですね、業態開発力って言ったんですよね。で、あそこの本部は業態開発力が素晴らしいからと。これはやっぱりちょっと当てにならないその言葉だったかなと。逆に言うと、業態を開発力があったとしても、フランチャイズで大ヒットするわけじゃないのよね。まあ、これは林さんの発想力っていうんで、かなり竹田塾ってできてると思うけど、その発想力をもってしていろんなものを当てていけるかっていうと、まあ、商売ってそこまで簡単じゃないよね。質問にお答えするとすれば、本部と加盟店は運命共同体ですからと、本部の社長がニコニコしながら言うようなところは、あんまり信用できないかなというふうに思います。以上。